昔は後楽園球場ってな、巨人軍の聖地があったから、おいら通ったんで、はい、だからそこでみんなやってたわけだよ、原選手やなんか。そうかそうか。みんなな、その時のお母さんがさ、子供の時通ってたんだよ、原さんお前。お母さんも有名人になっちゃって、おじいちゃんもお母さんも。もうだってさ、おじいちゃんも兄弟、娘と、はい、な、ヌートバーの兄弟も、みんなで横一列で席取っちゃって。じゃあ、家族で。ヌートバーがファインプレー、センターからパッ、パッ取ったじゃない。取りました。もうレポーターが。ダイビングキャッチ。お母さん、あれ、おじいちゃんどうしたんですか、おじいちゃん見ましたか、今のファインプレー見ました、おじいちゃんね、おしっこ行って見てないの。見とけよ、おじいちゃん。年寄りは我慢できないからやだよ。孫のファインプレー見てやれよ、まあ、おじいちゃん、今ちょうどおしっこ行っちゃったの、おしっこ行ってて見れてない。言わなくてもいいよ、それ。見たっつってけばいいんだよ。行っちゃってるよ、おしっこ、なんつってさ。おじいちゃんおしっこ行っちゃうからさ。ダメなんだよ、いいところさ、見てないんだよ。いいですよね、また本当の家族揃ってきてさ、いやいいキャラクターだね、みんないいです、ね、それ昨日なんかやってたよ。その後情熱スタイル佐々木朗希がさ、あの被災地あれ以来10年ぶり行くんだよな、はい、自分の家があったところにそれやってんで、じんときちゃってさ、佐々木朗希のさ同級生と一緒に自主トレやってんだよな、彼はあの田舎でな、実を言うと冬でな、それもずっとやってんだよ。それで 3.11 登板するまでをやってんだよ。そうですよね、やってるんだよ。3.11が登板でしたね。いやみんなやってるね、いろんなこと。本当そうです。いやすごいなと思ってさ、チェコの選手も先生チェコの選手もみんなあのプロ野球の選手じゃないんですってね。いろんなあれだよ、二刀流だから。全員だって固い銀行員とかさ、そうだよ、駅員さんとかさ、学校の先生とかさ、片手間に役立ってんだ。左手一本で役立ってるようなもんだろ、あれ。そう、片手間で、あとは右手で切符切ったりしてんだろ、あの人たち。みんなそうだよ。天井がある球場で野球できるんだって、もうみんな写真撮って、上がっちゃってたもん、全員で国中で上がって、もうキョロキョロ見ちゃって、これがドームだっぺーなって、だっぺーなって言われるの、これがドームだっぺーだっぺーなって言われるだろ、すげえ。これがドームだっぺー、すごいな、あれかよ、あれだよ、ほら佐々木朗希ってあれだべよ、160球なんて球出んの、これ球すごいな、早いな、これまたあんな速い球見たことないよ、国じゃ。これは戦えねえべえな、おっしゃんだよ、みんな。ほんと純粋なね、選手ばっかりで。ちゃんと戦って帰ってってくれたな。本当ですよね。いや、すごいなと思ってさ。いろんなことがあるなと。明るくなりますね。本当だね。本当日本が明るくなります。もう偉いといえばね、本当二刀流といえばさ、確かに大谷選手もすごいよ。はい、看板役者団で打って、投げて。はい。でもね、俺本当に感心したの、太田君って爆笑問題、はい、太田君。これほら話題にもなってるけど、これこの熱いさ、この分厚いよ、もうほら音だけです、どうだろう、カードほら狂気になって血が出るから、ね、プロレスに使えるから、こういう分厚いよ、だってさ200なんだよ、200、340なんだよ、それが2段組で上と、だ本当だったら上下巻にしなきゃいけないぐらいの文字数なんだ、はい、きっちりこれバーッと、これをさ最初シナリオで映画にしようと思って書いて、はい、それで映画できなかったんで小説にし直した、4年も5年もかかってんだよ、笑って人類すごいだろ、1ページ目も開けただけで目がもう眩しいもん、恐れ多くて、俺なんかもう、うわっ恐れ多くてさ、すごいだろ、すごい本ができましたね、だって4年5年かけてるとか、あの裏口留学の騒動って書いてたんだよ、それを思うともう切ないね、いやあんだけ裏口じゃないかって言われてるんで、その間にこんだけくだらないし、くだらないじゃない、くだらない、もうドタバタでさ、すごいんだよ、お前、子供たちにね、未来はあるかって言うてね、もういろんな国の首相が集まったりなんかするんだよ、果たして子供たちに未来を信じられるか、子供たちすごいんだよ、すごい、忙しいのに、ただでさえ、いや、このエネルギーがクリエイティブでさ、ものをこさえるっていうのは、やっぱ芸術学部だなと思ったよ。評論なんか絶対評論家なんかに絶対ならないからね、常にものを作り続けるだろ、でさ俺は先週そういえばこれ休んだんだよ、そうなんです、先生がちょっと、はい、体不思議痛くて、はい、と手紙にちゃんと入っててさ、高田先生どのいろいろ書いてあってさ、はい、お体ね気をつけて、先週の月曜日ビバリーをお休みされた時は私はちょっと動揺しヒヤッとしましたと、とても心配で私が不安でしたと、どんだけみんな不安を与えてるか、俺の一人の体、はあ、エネルギー価格が高騰してペースメーカーの燃料不足かなとは思いました、バカ野郎お前そんな心配しかたあるか、お前燃料不足ってお前もう考えたりもしました、先生どうかその辺はあまりケチらずに廃屋満タンでお願いします、ケチってるわけじゃないんだよ、こんなペースメーカーのことは、そうだよ、とはいえ私も先週の林家ペーパーコ夫妻の放送を聞いた後はさすがに 2,3 日体調を崩しました
お察し申し上げます。これなんだよ原因は。やっぱり全員やられてんだよペーパー。これ金曜日出たろ。金曜日でもうフルスイングでもう喋り続けて、それで月曜日倒れたろ、はい、で俺のほら中の散歩の中の渡辺君とみんなファックス昨日来たけど、私を3日寝込みましたってペーさん聞き終わった3日ロケに行けませんでしたとかさ、そんなのばっかしみんなロケに行きます。リスナーの皆さんも本当だよ倒れちゃって、倒れちゃった、みんな心配するでさ、で林は一問だけには本当に気をつけてくださいって書いてある。林一問だけには体に毒ですからって書いてある。でまあ、この本のことねいろいろ書いてあってね、やっぱりそうだね、はい、どのやっぱり喜劇と喜劇映画をね撮りたくてこうシナリオとして書いたんだけども、それが なかなかうまくいかずボツになり小説にこしましたと。な一国のなダメ総理を主人公にした物語ですが、イメージとしては社長シリーズ、俺大好きな、はい、森重さんの、はい、イメージは社長シリーズだと。それに無責任シリーズとローマの休日、いいねヘップバンだよ、合体させました。イメージはやっぱあいつは基礎知識があるからすごいですね、大したもんだからな、うん、主人公で首相の藤見はですね、主人公ね、うん、首相は森重さんですと、はい、イメージとしてこれ読んでいただくと分かるよね、はい、なるほど。第二秘書の五代はかお加藤大輔秘書ね、第三秘書のは三木鳥平、うん、それで第一秘書の桜は植木俊と、なるほどオールスターだね、すごい、うん、ヒロインで女性大統領のアンはですね、アンだから、はい、アンというぐらいだから、オードリー・ヘップバーンのイメージで私は書き進めましたと。ドタバタの文章ではありますがご覧いただければどのこといろいろ書いてあって、本当に説明もありがとうございました。本もちゃんと届きました。爆笑問題太田光追伸、くれぐれも林家一門には気をつけてくださいくれぐれも林家一門には気をつけてくださいという、本当にさありがとうございます。本当に本当太田さんの、ね、これもう本屋さんに並んでますんでね、はい、笑って人類という形でね、太田君がですねこれだけの熱い本を書き下ろしました。そうですね、小説ね、ぜひとも読んでください。私もこれから読もうと思います。楽しみに、はい、ね、太田さんありがとうございます。というわけでございます。それじゃあ大丈夫、ナイツの父親が似てるって誰？そうなんですね、うん、韓国のガンチョル監督、いいガンチョル、へえ、似てるね写真監督、はい、ほら土屋君と両方並ぶと、土屋さん似てるんじゃないかと。土屋君誰でも似ちゃうんだよな本当に結局誰でも見立てられるんだよ本当だよ。それじゃあ行きますか、はい、はい。本日はですね、吉本興業の山あり谷ありを知り尽くす大崎博司会長が生登場です。なかなかうちの番組会長来ないからね。会長自ら。今日はもう平野芸人ばっかりだからね平野芸人ばっかりだから、うち来るのは今日は会長登場。会長がいらっしゃいます、はい、高田文夫と松本明子のラジオビバリーヒルズ。ゲストは吉本興業大崎博司会長が、はい、やってまいります。お話伺いましょう、はい、そんなこんなで今日も1時まで生放送、日本放送ラジオビバリーヒルズ。口の減らないやつ、この時間はニュータッチ白鶴酒造がお送りします。味噌好きな人にも辛党の人にもおすすめ、ニュータッチ凄麺仙台辛味噌ラーメン。仙台味噌が決め手のご当地ラーメン、仙台辛味噌ラーメン食べて元気出していこう。ニュータッチ凄麺仙台辛味噌ラーメン、凄麺はすごいと。うまいヌードルニュータッチ。そばから笑みがこぼれる、それが白鶴丸。いい笑顔に丸、白鶴丸。飲酒は二十歳になってから。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。ご存知ですか、工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があります。工場と聞いて皆さん、アスベストそのものやその建材を作っていた工場をイメージしていませんか。実は自動車、機械、電化製品、各種部品の製造なども対象となる可能性があります。製造過程でアスベストが使われていた場合、工場にいた方、出入りしていた方、運搬していた方なら、誰もが救済の可能性があります。まずはあなたがいくらもらえるのか、無料でご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。日本放送さあ、それじゃあメールとファックスかな、はい、はい。本日のゲスト、吉本興業の大崎会長への質問、はい、どしどしとお送りください。そして月曜恒例テーマ、3月13日、今日はサンドウィッチの日。あ、そうなの？
3-1-3だからか、サンドイッチ。そうですね、1が3に挟まれて、サンドイッチ、サンドウィッチという語呂合わせです。本日のテーマは、私とサンド。私とサンドで何でも OK です。こちらに送ってください。メールはhills@1242.com。そしてファックスは 0570-02-1242 です。送ってくれた方から3名様にビバリーの名シールを差し上げます。みんなで行こう。光10ギガ時代。テレワークはサックサク。ファイル送受信もビュンビュン。オフィスで同時接続をしてもみんながルンルンです。回線をフレッツ光クロスにするなら今。お問い合わせは NTT 東日本へ。過払い金の確認は0120-10-10-10。忙しくて時間がないあなたでも過払い金の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか？昔作った紫のカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか？毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか？5年かな。ですと30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのようにあなたが受け取れる可能性があるかすぐに確認できます。まずは0120-10-10-10-10-10-10へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ナンバー登録しているバイクは4月1日を過ぎると税金がかかります。そのままにせずバイク王に売ってお金にしませんか？お電話の際ラジオと答えて 126cc 以上のバイクを売ると1万円の商品券をプレゼント。 0120-50-8190。 ナイツザラジオショー、月曜日はナイツの2人と平野ノラがお届けします。浅草芸能大賞のね、授賞式ありました、ね、両親もね来てくれて、うん、終わった後電話したらお客さんがみんな休憩で使ってるロビーにいるって言って、はいはい、迎えに行きました。僕直接、誰からも気づかれなかったけど僕はここにいるよ。ナイツザラジオショー、今日お昼1時から。ふみおのちょっといい話、この時間は高立地続々オープンハウスがお送りします。ランラ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 ン。家売るなら買い取るよ。土地売るなら買い取るよ。買い取りならオープンハウスだよ。ほら今すぐ査定しよ。家を売るならオープンハウスの買い取り査定で検索ください。なんだこれは、アッコからお知らせコーナーがあんのか。すいません先生、どういうことだこれ。世間も春めいてまいりましてですね、アウトドアが気持ちいい季節になってまいりましたが、 K のキャンピングカーレンタルでおなじみのオフィスアムズでございます。あ、キャンピングレンタルでおなじみでございます、このほど密かに YouTube チャンネルを始めまして。レンタルで、はい、アムズチャンネルという YouTube を始めましてですね、申し訳ございません。法の目くぐって、また法の目はくぐってない、くぐって、こちらが驚くほど視聴回数が伸びておりません。誰も見ていないという。正直な話だけどな、やっぱり。正直だな、数字は、はい、松本自らロケをした動画が現在5本アップされております。あ、自分でロケ行ってるのね。はい、そうなんです、海外からの、いらっしゃったお客様に車をお貸しする。え、外人さんと喋ってんの？そうなんです、その様子を、はい、私松本が誰が見てるかなと思って86回ってなんだよこれ片言の英語で、なんだよこれ。86回、2クラス行かないじゃないか学校の前。86回でございます、はい。そして、南伊豆に旅行、天城越え、河津桜の模様を自ら撮っております。168回のことすいません、あとキャンピングカーのあのルーフテントの説明動画は292回でございまして、中でも一番ヒットしているのが山梨で自ら車中泊したという動画が989回。車の中で車中泊の様子を、はい、様子を動画で撮りました。これどうすればいいの、これみんな見てほしいってことね。ぜひともよろしくお願いします。あのナイツ花輪さんの自由時間は約20万人でございます。え、それ見てんの？はい、すごい、20万。まっちゃん。989って書いたらどうばい、はい、松村邦弘さんのためにならないチャンネルが約13万人を超えております。大河ドラマの話してるだろ？すごいです。はい、ただ今、アムズチャンネルが250人ということでございます。すいません。
すごいなこれ、うん、申し訳ございません。記録だよ、はい、あの車を借りる借りないとは別に、ぜひ一度怖いもの見たさアムズチャンネルを見てみたいという方は、何のこんな別に車借りなくてもいいと、借りなくてもいい、とりあえず見てくれればそれで私はいいんですよと、すいません、そういうお願いのコーナーね、はい、これお願いでございました、うん、こういうのアムズチャンネルというのやってますよと、はい、うん、密かにやっておりますので YouTube アムズチャンネルぜひともよろしくお願いいたします。ラジオビバリーヒルズ、菓子食品の現金問屋、菓子店キャリー田島屋。ご存知ですか、あなたの自賠責保険料共済掛け金はあなたのためだけでなく、自動車事故被害に遭われた方やその家族遺族を支えています。これからも重度後遺障害者の方向けの専門病院の設置運営や安定的な介護料の支給など、より充実した支援を続けるために、2023年4月から保険料共済掛け金に含まれる付加金を拡充いたします。皆様のご協力よろしくお願いいたします。あなたの自賠責保険料共済掛け金が交通社会に暮らす誰かを支えている。国土交通省。富士屋ホームパイが今年で55周年って知ってた？え？そんなに？いいか？こだわり抜いた素材と製法で丁寧に重ねてるんだって。生地は驚きの700層。口に運べばサクサク。丁寧に重ねてくるんじゃないよ。発売55周年の富士屋ホームパイ。空気清浄機、お手入れがもうちょっと楽にできたらな。簡単にフィルターを外せたり、手を汚さないで綺麗に洗えたらいいのに。今の女性の声に共感したあなた、光栄の空気清浄機は手を汚さずにフィルターのお手入れができます。ベストなお手入れのタイミングを自動でお知らせ。大きなホコリをブロックするプレフィルターもさっと引き出して水洗いすればお掃除完了です。お手入れ簡単な光栄の空気清浄機は日本放送のラジオ通販ラジオリビングで販売中です。ラジオリビング、光栄で検索。ズーム。このガーシー参議院議員の田崎さん、どうお考えですか？愚かな議員がいるなっていうのと、はあ、よくもこういう人を国会議員に選んだねっていう両方ですね。有権者の責任だと半分あるということですね。辛坊治郎ズームそこまで言うかは今日午後3時半から JA 千葉みどりがお送りする産経新聞ニュースです。ニュースデスクの宮崎さん、よろしくお願いします。はい、お伝えします。新型コロナ対策のマスクの着用を個人の判断に委ねる政府の新方針が今日から適用され、岸田総理大臣は今朝マスクをつけずに総理官邸へ出勤しました。記者団の取材に答える岸田総理です。本日から、マスクの着用について、変更となります。個人の着脱を強制するものではありません。いずれにせよ私自身このマスクを外す場面が増えると考えています。そして総理同行の秘書官や SP もマスクを着用せず、ルールの緩和をアピールした形です。一方、街の声は東京有楽町駅前で日本放送小永井記者が聞きました。本当は外したいなと思ってるんですけど、花粉症がひどいので、今時点ではしてるんですが、徐々に外していきたいなとは、特に外歩いてるときはと思ってますけども。数年ずっとつけっぱなしで生活してたんで、そう簡単に外せるものじゃないなと思ってますね。できれば外したいんで、私も周りを見ながら決める感じですかね、その場で。職場は食品関係なので、もう常にマスクは常時してます。はい、日本っぽい同調圧力はあるんでしょうけど、気にせずやることはやった方がいいかなと思いますが、はい、脱マスクの日常が始まりましたが、初日の今日は様子見でのスタートとなりました。次に、参議院予算委員会は今日、岸田総理大臣と関係閣僚が出席して2023年度予算案に関する集中審議を実施しています。立憲民主党は放送法に関する総務省の行政文書をめぐり、総理官邸の圧力で政治的公平の解釈が変更されたとみて追及しています。この文書には当時の磯崎総理補佐官が特定の民放番組を問題視し、総務省と協議を重ねたいきさつが記述されていますが、
当時総務大臣だった高市経済安全保障担当大臣はこれを改めて否定しました。立憲民主党の福山議員とのやり取りです。カルテある内容は自信を持って改めて否定をさせていただきます。私が言うはずもないことがたくさん書かれております。そもそもテレビ朝日に公平な番組なんてあるとか書いてありますけれども、報道番組の見比べはしておりません、しかもテレビ朝日をディスるはずもございません。あなたの管理責任ですよ。自分が部下だった官僚の作った文書について捏造だというのはいささか穏やかじゃない。こんな文書を作らしたあなたの総務大臣としての責任が生じるじゃないですか。次に、今日未明、広島県三原市の山陽自動車道で車3台が絡む事故があり、2人が死亡しました。今日午前4時過ぎ、広島県三原市の山陽自動車道下り線で大型トラック1台と軽乗用車2台が絡む事故がありました。警察によりますと、それぞれの軽乗用車を運転していた男性2人が病院に運ばれましたが、いずれも死亡が確認されました。トラックの運転手に怪我はありませんでした。警察が詳しい状況を調べています。おしまいに、地金大手の田中貴金属工業は今日、金の小売価格を1グラムあたりで昨日より32円高い9000円ちょうどに設定し、およそ2ヶ月ぶりに過去最高価格を更新しました。また国内金価格の指標として初めて9000円台に乗せました。アメリカの金融システムの安定性への懸念から、国際的に金の先物価格が上昇しています。この時間のニュースは以上です。ありがとうございました。いらっしゃい。パセリも緑、マッシュルーム大和芋も緑、JA 千葉みどりの新鮮野菜だよ。体も心も若々しくね。オールシーズンよりどりみどり、 JA 千葉みどりが健康野菜をお届けします。安心です。 JA 千葉みどり。続いてインナーアミドの日照がお送りする日本放送天気予報です。今日の関東地方のお天気です。お昼から天気が急変するでしょう。西から次第に雨のエリアが広がり、ざっと雨足が強まりそうです。雷を伴うところもあるでしょう。ご注意ください。気温は昨日より1度ほど低く、午後は南風が強めです。今日の東京地方のお天気は雨のち曇り、都心の最高気温は18度、降水確率午後 60%、 夜 10%、 明日は曇りのち晴れ。以上お天気でした。フィギュアスケーターの渡辺美です。網戸のことなら日照にお任せですよね、日照さん。どんなサイズの網戸でも、どんな窓にも網戸を作り続けて半世紀以上の歴史を持つ日照が諦めずに作ります。その網戸、諦めないで、諦めないで、網戸のことなら日照。続いて日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの岩川さん、よろしくお願いします。はい。東名高速道路の下り線が故障車のため渋滞しています。東名高速道路の下り線は大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの小山バス停に大型トラックが故障して止まっているため、大井松田インターまで19キロ渋滞しています。なお右ルートは工事のため利用できなくなっています。このほか下り線は横浜町田インター付近で9キロ半の渋滞です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面向かう内回りは海老名ジャンクションで6キロ半の渋滞です。外回りは久喜白岡ジャンクションで11キロの渋滞です。関越道の下り線は所沢インターで事故のため5キロ半渋滞しています。首都高速道路は湾岸線の西行きが辰巳ジャンクションで事故の調べが行われているため3キロ半、東行きは葛西ジャンクションに故障車が止まっているため7キロ半の渋滞です。日本道路交通情報センターの岩川でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報は12時25分頃お伝えします。この後は本日のゲスト、吉本興業大崎会長生登場です。山、斜面地を売るなら TR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るなら
TR コーポレーション。横浜で開発、造成20年の信頼と実績。拓亮建設グループ。TR コーポレーション。で、今すぐ検索。ベリーベスト法律事務所より、B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は、給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方。小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。請求には期限があるので、今すぐあなたも給付の対象かご確認を。お電話は 0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。おいしいルルル、ルバンバタロール。いい香り、柔らかい、マーガリンと合う。そうなんです、この味大好評です。山崎ルヴァンバターロール。高田文夫と松本明子のラジオビバリーヒルズ。本日のゲストは吉本興業の大崎博司会長。ご自身の本の宣伝に自らいらっしゃいます。東西のお笑いビッグ対談、この後すぐの登場です。さあ今日も11時半から生放送のビバリーヒルズ、おいおいってか、はい、月曜ビバリー担当松本彦でございます。今日は珍しいですかね、会長さんがあんまり来ないですからね、ゲストに。どうですよ、自ら、じゃあ紹介してください。そうでございます、はい、本日のゲスト会長です。この曲だ。あ、どこの会長だなって分かっちゃうんで。そうですね、吉本興業会長大崎博司さんでございます。こんにちは、あの大崎でございます。あの大変お世話になります。どうぞよろしく。なんかもう手にあの汗がちょっとこうにじんできてるんですけど。なかなかこういうラジオ番組とかテレビでこういうね、いやいやもう出ないですもんね。なんか会長は、僕あの45年ぐらい前に東京にうちが事務所作るって言って来たんですけど、赤坂に、あのその時の感じをなんか、うわ東京やんってその感じ思いました。思い出したんですか、このスタジオの中で、あ東京やって、いやあの、うん、うちのさんま君が、はい、オールナイトニッポンの2部でお世話になったり、笑、はいはい、北亭仁鶴さん、はいはいはい、っていうあの仁鶴さん、はい、よくやったんですけど、カルカル、はい、日本放送で、はいはい、レギュラーの番組をさせてもらったりしてたので、その頃のことを思い出して、なんか手に本当に汗が出てる。僕もこうやって見るとね、思い出しますわ。赤坂にちっちゃい部屋借りてたでしょ。そうです、そうです。東京支社って最初にさ、ワンルームで、ね、木村さんとさ、大崎さん二人だけで来たんだよね。はい、黒電話一個だけ引いて、俺そこへ何回か行ったことある。なんだこのちっちゃいところだと思って。そうですか。電話一本引いてさ。その時にじゃあお目にかかってるとかご挨拶。電話一本さ、置いて二人でさ、そうです。こう電話に睨んでんで二人で、どんな事務所なんだろうと思ってさ、そうです。東京支社でね、TBS のすぐそばですよ。僕は大阪で布団とかお茶碗とか積んで、うん、上司の木村正夫さんの実家寄って、実家またお茶碗とかあの布団とか、荷物を全部マルボロのタバコとか積んでレンタカーで東京まで来て、赤坂の五丁目交番のこっちって探しながら、本当にこのスタジオぐらいの大きさの、電話一本、黒電話一本真ん中に置いてね、覚えてますよ、打ち合わせ行ったの。顔は笑ってても目は笑ってない上司の木村さんと一緒に鉄火弁みたいな、怖いんですよね、うん、僕らもちょっと地獄でしたね、怖くてね、ちょっとねもう帰りたくないですね、怖いんだよ、はい、怖いんですよ、怖いんだよ。で横澤さんがニヤニヤ笑いながら足踏んでねにこやかに足踏んでね、相手の、うん、どっちもどっちなんだよ、最悪の組み合わせなんだよね、あれそうだよ、最悪の組み合わせ、最悪の最悪の組み合わせですよ、でしょ、あの頃から思ってましたよ、横澤さん、こっちなんで吉本おかしくなったんですよ、ね、そうか、そんな話でしたもんね、だから東京来た頃だもん、だから赤坂のあそこのホテル紅葉、あそこで芸人さん、はい、ホテル陽子、陽子ね、はい、あそこに泊めてましたもんね、そうです、芸人さんをね、そうです、あの道路隔ててなので、そうそうそう、だからその頃の漫才ブームの、漫才ブームでザ・ボンチ・ダウチの新助ですけど、ノリヨシオね、新流みんな来たんですもん、ろくなやついなかったですねいや関東も同じですよ、セントルイス2ビート関東も一緒ですね、そうですね、本当ですよ、セントルイスさんはあの本当に新しい漫才の形を作りかけられて、そう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 、
でその後なんか不条理劇みたいな五道を待ちながらみたいなことをなさって、そうそう待ち続けたね。なかなかでも渋い感じですよね。渋い感じでね。あの頃のでもズボン履いてね、ラジオって、うん、なんやろう、もっとなんか、うん、それこそさんま君のあの、ね、オールナイトとか行ったりすると、うん、いろんなレコード会社の方々が、はいはい、でね、みんなね、全員いてて、かけてほしくて、うん、とりあえず一日ベタっとスタジオと制作の部屋うろうろしながら曲をかけてほしいから番組の中で今日一日この一曲かかるとレコード会社とダーッといるんですよ、ゾローッといるんですよね。そうずらーっと夜中でもスタジオの前に、うん、特に深夜放送かけやすいからさ、深夜は狙われるんだよね、人が多いんだよ逆に、うん、あれこそ会社の宣伝マンの人が、うん、日本放送に朝から晩までずっとへばりついていてて、一、うん、曲 かけてもらえれば、うん、もう仕事をした体制からありがとうございます、ね、という時代で時代そこのその時代に恋のボンチヒートって大変な一曲を飛ばすわけでしょとかね。そうそう、バカで。あれはすごいですよね。近田春夫さんのね。近田春夫さんですよ、武道館でコンサートも。武道館で行きましたからね。あのヒットはすごいびっくりしたでしょ、やっぱ会社としても。だってベスト10番組出たんだから。そうですね。でもあの、印税のこととか全く知らないので。その頃一切ね。蓬莱レコードさんは、ちょっとビルが斜めになってたのがピーンってなって、まっすぐ上見たもんね。全員にあの、臨時ボーナスみたいなのが出て、チップが出たのご祝儀が、僕らはもうチャレンジだけやったので、ああそうか、契約問題よく分かってなかった、ね、契約のも分かってないですけどねそれはまずいけどさ、うん、そんなんでしたね。でもそんなんだったよ、はあ、もうアイドルですもんね。だから大崎さんはもう少し年下だと思うんだけど、そうですね、4つぐらい、僕53年なので5つか48年ですね。そうです、48年ですから、もしかしたら入った頃っていうのは、ちょうどあれですか、ザ・パンダ。あの辺がスターの頃ですか。ザ・パンダ。そうです、そうです。で、ヤンゴーが、ちょうどそれ、サマちゃんが入ってくるぐらいの時ですよね。そうです。そうです。だから、サンマ君やシンスケ君や、リュウスケ君と、同期ぐらいで、ノリオヨシオとかは2つぐらい、ボンチとか上ぐらいで。でその上に話し家さん4人がサイさんと共にいたんですよね。そうです。俺だから文鎮八方と同期だから仲いいんだけど、年全く一緒だから、よく文鎮の会が呼ばれていきました、大阪に。だから僕の世代は、うん、昭和28年1953年生まれなんですけど、はい、高田さんとかその団塊の世代は、はい、もうなんか全て憧れの的やったんですよ。あの例えば先やっちゃうから文化がね、うん、しちゃうからね、うん、あの切って集めとかその頃流行ってたじゃないですか。この時代ね。その段階世代の先輩たちは、月に帰りとか三日月とかをシートで持ってたりするんですよ。僕なんかはもう、あの、はがきのやつを水で、あの、あれ、剥がして、剥がして、水につけてね、剥がして、乾かして。子供が遊ぶのも、あの、なんていうかな、関東に 2B とか言ってシュッて吸ってビャーってやらせるかも、僕らはそれできなくって、この投げ弾っていうのだけで、兄ちゃん方はその 2B を手に持って投げてっていう、もうすべからく、そうか、ちょっとやっぱり5年違うとね、憧れ、ちょっとお兄ちゃんみたいな。だけど大崎さんはサーフィンなんだよね。サーフィンでしょ。それがすごいじゃん。大学時代はサーフィン、あれ、それはなんでサーフィン始めたの。めちゃくちゃおしゃれじゃないですか、あの大学時代はサーフィン一人でできるなと一人が好きですよね。そう、あの、これ本も一人見せるんですよ。説明しますけど、はいはい、本、結局読み終わったんですけど、はい、やっぱり一人で大事だと、一人が好きだと言ってるわけですよ。一人ね、だから一人でできるものってこう考えたわけ、うん、松本さん、ありがとう。はい、うん、そうなんです。できるものって考えて、で、サーフィンだったわけですか。学生時代の遊び。それだと、うん、チームもいらないし、一人でやれる人。そう。誰とも喋らなくて一日過ごせるし、喋らなくてもいいんだサーフィン。そうだね、一人で。そうなんですよ、海行ってね。でその頃は、あの、波の量サーフィンしてる人が大阪関西でも本当に少なくて、いないでしょ。だってレーサーフィン自体はね、伊勢の、あの、小宇野浜って広い1キロぐらいある海岸のところに、小宇野浜、僕と地元の子が2人ぐらい2人か3人だけだったんですよ。
地元の声サーフィンなのやってるの、サーフィンなんですけどやってるんだ、その見よう見まねでやってて、うん、ウェットスーツみたいな冬だと、うん、ないのでサーフィンやの、ね、あの伊勢 の, あの真珠を取る海女さんの海女さんの格好だよ、海女ちゃんだよ、海女ちゃん、あれがね5ミリ、分厚さが5ミリとかなんですよ。それはもうこんなロボットみたいになるんで3ミリや2ミリのやつを探して、うん、でその作ってくれるおばちゃんと一緒に、うん、チャックは前か後ろかとかやりながらやってた、うんうん、走りですね、うん、で自分でも、ね、なかったでしょ、ウェットスーツも何もなかったです、何もなくて、でも 仲間でいる人やる人いなかったの、サーフィンはだから全く一人だった、あの、うん、関西大学だったんですけど、うん、僕、うん、付属の高校から上がってきた子たちは、うん、なかなか派手でね、派手なんだ、ちゃんとしたいいサーフボードを持って、うん、なんとかお金使って、そこには入れないし、うん、そこのグループには入れないしな、そういうやつらと喋るのもなんか二郎もしてるんで、年下だし、そうか、年代も合わないしな、嫌だなと思って、年下やしみたいな、もう一人でこそこそ、じゃあ一人でやってた、一人でこそこそ、ちょっとここで、鉄道の情報でございます、はい、ごめんなさい、 JR 南武線は人身事故の影響で川崎駅から立川駅の間の上下線で現在運転を見合わせております。 JR によりますと運転再開は12時50分頃を見込んでおります。ご利用の方はご注意くださいませ、はい、お願いします。それでサーフィン学生時代やってたんだけど、そうするとやっぱり就職ってことになるじゃないですか、周りが。はいはいはい。それどうしようと思ったんですか。就職はもう全然、就活、まあ、二浪、就活ね、あの二浪、社学、社会学部卒業生 U が4つあったので、もう就職なんかできないし全くするつもりもなくって、ところが三条一間に、あの海君という同級生と一緒に住んでたんですよ、はい、でまあ、学生時代に、はい、うん、で田舎から出てきた子なので、うん、まあ、ちょっと歯も出てて、うん、ちょっと田舎から出てる歯が黄色くて、黄色で、まあ、ヒゲもあの剃らずに、うん、もうたわしみたいにブワーってなって、うん、田舎の子だ、うん、であのワードローブも、うん、白のカッターシャツ2枚セータージャンバー枚数決まってんだもん、ジーパン、下駄、スニーカー、下駄下駄で夏になると、まあ腕まくりしてってね、うん、ところがもうすごく貧乏 で, 貧乏でところがなんか騙されて、あの当時英会話の20万円のセットとかなんか買わされたんですよね。はいはいはい、あ流行ったりそんな感じの、詐欺ね、うん、騙されたの、その会に、その会に、うん、まあ僕はもう手術するもなくって、その伊勢の海で古本屋しながら、古本屋しながら、古本屋さんしながら銭湯にバイトかなんかで朝から海に入って、うん、昼過ぎ夕方から古本屋さん開けながらぼーっとして、で銭湯にバイトかなんかで直接行ったなっ、理想的な形な、もう完璧な理想の、理想の形、うん、でところが、まあ、会には俺はもうそうやから、うん、お前就職ちゃんとせなあかんじゃと、うん、どうするつもりやと、うん、まあ、一応年も上なんで、うん、説教して、ちょっと上からちょっと説教するわけだな、うんうん、どうするって言ったら、うんうん、まあ、そのたわしのようなひげ のひげが、うん、歯の巻き木の海君が、うん、渡辺プロを受けろうと思ってんだ。その海君が鍋プロを。そうなんです。え、海、渡辺プロってあの鍋プロとか言っとこか。うん。当時はだってクレイジーだ、沢田研二だ、もう天下スーパースターだらけですよ、鍋プロは。その歯の黄色い海君が、渡辺プロ。芸能界だよね、ザ・芸能界。もう僕はもう、びっくりした。これなんていうの、もう本当に。天地ひっくり返るぐらいびっくりして、天同士だ、まあ、その青年の志よし、そんなこと考えてたんだね、その人、そうなんです、それがすごいよね、その頭でね、そうなんです、りでね、あの共同トイレ共同便所同プロなし、それが鍋プロが華やかな鍋プロ、冷蔵庫も一つだけ、ハムとか卵とかみんなそれぞれ自分で名前書いてそーっと夜中にあのラーメンに入れるハム一枚盗むと、朝あの僕のハム取ったの誰ですか、返してくださいみたいな書いてあるようなところの寮に住んでた海君が、そこに住んでた彼が渡辺プロを受けると、受けそう、どうなりました、どうなりました、で滑っちゃったんですよ、滑ったの、そうだったんです、落ちたんだ、やっぱ厳しかったんだよ、その仲良しの海君が渡辺プロを受けるってなったんで、その夜中にもう10月10日が解禁だったんですけど、もう10月1日、あ、1日が、うん、もうはるかに10日ぐらいに、うん、夜中に、うん、その就職の
蚊のところに、うん、あのわらばんしでこんな紙でいっぱい貼ってあるんですよ、うん、いろんな会社の求人票、求人がね、募集が、うん、で海君がメモ帳とペン持って、うん、こう渡辺プロの募集要項を写してて、で僕はあの夜から懐中電灯を持ってて、さすがで海があまりにも一生懸命写すんで、うん、まあ、とこう見えへんようにこうウェーッてちゃんとわーってやってたら、うん、渡辺プロさんの隣の隣に吉本興業って書いてあって、あったの、そうなんですよ、へー、ははーんと、うん、あの吉本、青の吉本も会社なんやと、そうよね、うん、そりゃ会社か、そうだよ、その時代、今みたいにさ吉本ってイメージがないからね、そうなんですよ、まだまだ犯罪者集団みたいなのから、そうそうそう、ちょっとそう思ってました、はい、ちょうど会社なのって、うん、並んで貼ってたんだ、そうやと、吉本会社やと、うん、じゃあ仲良しの海君が渡辺プロを受けるんならば、もうそうか、鍋振りくらいこっちは吉本受けようと思って受けてみようと、で海君は滑って僕が通ったという、へえ、吉本は通ったんですか、それでその時に、僕はね、うん、それはね、 何倍ぐらいでした当時、いや結構もう何百人って言ってて、競争率、はい、もう厳しかったんだね、そのことって、それが、まあ、青が多かったんだけど、それが1978年吉本興業に入社されまして、そして1980年は入社3年目で東京事務所に先ほどのお話に移動しました、はい、ここで漫才ブームが勃発、多忙すぎる日々を過ごします、このまま東京を渡り歩くかと思いきや3年で大阪に呼び戻された、松本明子さんってあのうちのあの森さん中の黒沢さんと似てますよね今気がついた。黒ちゃん、黒沢ちゃん、なんどういうところは、はい、明日です。いやなんか感じが、あ、感じが似てますか。あのなんか本人目の前にしたんですけど、すっごくいい人です。僕あの黒沢さん大好きなんですよ。ビバリーのね。明日来ます。明日です。そうですか。明日レギュラーです。よろしくお伝えください。大好きなんですよ。あ、黒沢君、ね、すみません、お話を。僕もあの子いいなと思って出ても。そうですか。ありがとうございます。火曜日入ってるんですよ。はい。で3年で大阪に呼び戻される。だからあの漫才ブームってこっち忙しくて来て、3年で。もう帰ってこいと言われたんです。そう、会社から帰れ。なんでっていうか大崎も出ていけと。それ木村さんが言ったんですか。まあまあ組織の親父のジェラシーですよね。上ですね、上の方のね。まあ3年ぐらいすると、うん、現場のあの放送局ラジオ局やテレビ局の人たちに声かけてもらって、うん、大崎さん大崎ちゃんと言ってもらうじゃないですか。そうだね、話しやすくなってるから。ちょっとスケジュールこう、うん、じゃあここボンチの探るとまあそれがボンチ回してよみたいな。知りませんけども。うん、気に食わなかったんでしょうね。それは上は上でまた面白くないけどね。ね、現場で出るんで、そういうもんですけどね。そして1980年に吉本総合芸能学院通称 NSC の創設スタッフにお願いされます。これ NSC の創設からやってるのね。そうです。ね、でそこに入ってくるのはダウンタウンっていう、ね、その時に出会ったのが一期生だったダウンタウンさん、ね、ハイヒールさんとか、うん、その突出した才能にいち早く惚れ込みまして、まだ芽が出ない時期のダウンタウンさんを見守りながら毎日放送4時ですよーだのプロデューサーを務め、そして大阪でダウンタウンの人気者と、これ本当に大阪でこれもう僕らは見れなかったんだ、4時ですよーだがね、うん、はいはい、ものすごかったんだ、本当にすごかったらしいですね。そうですね、東京にはね、その当時って、うん、東京はどうやったかわからないんですけど、うんうん、少なくとも吉本社内とか、うん、関西の放送局さん、うん、ラジオ局さん、ラジオさんも含めて、うん、こう若い人にあんまりこう興味を持たなかったんですよね、あ、放送局が、だから僕なんかでも社内で、うん、こう僕の上司や部長や偉い人が歩いてて、うん、向こうから若い人が芸人さんが歩いてきても、うん、芸人さんがおはようございますって挨拶しても、うんうん、目も合わさず興味示さないんだ、そうそう、と歩くぐらい、はいってぐらいで若いやつは相手にしない、はいはいはいみたいな、あでぐらいこう若い人に誰も目を、うん、今でこそ若い人を、うん、若い人がいるけどね、全くこの時代はまだ全然この時代は、なので、うん、僕はその東京から大阪に戻されて、うん、仕事も何もなくって、うん、まあ一番底辺の地べたにいてて、うん、目をちょっと上げると、うん、その若い高校出たての、うん、松本や浜田やなんかがいてたっていう、うん、まあたまたまお互いの運も良かったですね。そう、誰もそんなあのそんな若いやつにやっぱり売れてるさんま君に安井清さんのマネージャーして、うんうん、東京の放送局行ったり、それが王道みたいになりますよね、いいとこに行きたいと思うので、うんうん、だからまあたまたまですけど、だからこの出会ったというような、東京3年いてこっちダウンタウン出会うまでのその間って小屋の変な話で掃除が何か、そうそう、掃除ずっと掃除をして仕事って劇場のね、うん、それでダウンタウンと出会うまで、そうですね、あのそういう感じですね、大阪なんで千日前のにぎやかなとこなんで、あの、うん、
酔っ払いが、うん、あのすみません昼間からゲロ吐いたり、ね、タクションしたりしてるのを、うん、朝ずっとこう探、うん、して、うん、でなんかあの文化教室みたいなのもしてたんでジャズダンスとか流行ってるぐらいで、あの稽古場になぜかなんか縮れた毛がちょっと落ちてたんですよね。稽古場に落ちてた。なぜかね、その文化放送、文化教室に来られてる、ジャズダンス投げてるお姉さん方、お嬢さん方は、すごくセンシティブなので、うん、何よこれ、その、縮れたりするっていうのでも、それをこう見ながら、もう何回も拭いて、ゲロを掃除してっていうのが、まあ、それが日々だったんですね。やってましたね。そしてその後新喜劇を担当したり全国でダウンタウンこれだけど新喜劇やめようかなキャンペーンあったじゃない、あの僕ら東京から応援したんだけど、はい、あの時は見事だった面白かったですね、うん、そうですね、あれはあれでね、チャーリー浜から何か一気に ね, ねブームになって東京に進出しましたもんね、はいはい、新喜劇がね、はい、あの時はすごいかったなと思って、はい、その頃まではあの関西の笑いは、はい、箱根の山を越えれない、まあ不分率というか、そういうのがあったので、まあ大阪弁でそれこそあのドリフのあのお笑いが、金ちゃんの大将のお笑いが練られた、計算された優しいお笑いが関東のあるいは日本のお笑いで、何喋ってるか分からへん。そうか。暇やから漫才でもしょうか言うてから悪い喋ってるような立ち話が分からないようなそんなん芸やないし、あんな大阪のあんなあかんっていう、萩本欽一さんとかね、ドリフトさん、白の山を越えるなんていうのは、それがじゃあ誰も考えてなかったです。でやっぱりさんまちゃんが通訳しちゃったんでしょうね。そうですね、東西をね、本当にあの人の喋りだけで通訳しちゃいましたよね、東西なんかイントネーションは大阪風の関東弁というか、そう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 、まあ彼のというかあの人の功績はでっかいですね、すごかったと思いますね、でね、あの人の言葉、そして2009年に吉本興業代表取締役社長に就任、2019年は吉本それからまたいろいろあったんだよね、吉本もね、代表取締役会長に就任、社長やって会長でしょ今は、はい、会長っていうのは どういうことやるんですか。会長っていうのはあの社長っていうのは何の長や言ったら株式会社、吉本興業の社長、長ですよね。長ですね、社長は。会長って何の長やって言ったら、まあ、取締役会の長なんですよね。まあ、厳密にというか普通に言うと。で、ところが、もう、40、サラリーマン46年だから7年やってると、もう飽きてね。いつ分かる分かる。もうえっちゅうねんと。もうえっちゅうねん。僕が、あの、社長、岡本社長、今の岡本君に、時に、任すと、もうあの事前事後の報告も一切いらんと、事後報告もいらないの、もういらないとあの新聞とかラジオ聞いたり見たら分かるから、スポーツ紙が分かるから一切いらんと、事後報告いらんと、社内の報告ないのいらんと、もうすっきりのようにやってくれと、すごいね、もうすっきりのようにやってくれと、すっきりのようにやっていい、でまあ、トラブルとかなんか悩むことあったらもちろんいつでも言ってきてくれたらいいけど、一切いらんから任すって言って、あの会長になって、会長ってでも、まあ、会長の給料報酬もらうので、はい、なんかせなあかんと、会社の邪魔、今の岡本社長の体制の邪魔をしないで吉本の仕事をせないかん、参ったなと思って、まあ、ここに寄せてもらったりね仕事してるふり、仕事してるふりをねしてね、あ でもあれです、会長から見てあの例の記者会見が話題になったじゃないですか、はい、長くなった、はい、でも岡本さん頑張ってなんかいろいろ宿泊しながらもやった、あれが効果的な結果的に良かったと、あの記者会見は僕あの、岡本さんあれ、僕はね、あの逃げずに正面からちゃんと受け止めて、5時間とか5時半間半、うん、まあ、あんなふうになると思ってなかったんですけど、そうまあ、よくずっと耐えて立ってたと、であのキーワードみたいなのがあって、はい、テレビ局さんとこうつながってるからとか、パワハラしたんじゃないかみたいなことを、多分あのマスコミの方聞いてくるんで、もちろんテレビ局さんとこう裏でつながってるわけでもないし、パワハラした発言をしたわけでもないので、そこは絶対にふんって言うなよと、当たり前、事実そうなんだから、でただまあそれをずっと聞いてくるし、知り合いの新聞記者の子、若い子がもう一分おきにずっと聞いてくるんですよね、で知ってる記者の子が知ってる子が、その記者会見終わってから、
僕電話して、うん、自分なんであのこと言ったんやと、うんうん、今までの君とは全然違うよって言ったら、うんうんうん、全く違ったわけだね。普段実はあれ生配信してたので、うん、デスクからもっと聞けもっと聞けって、はい、言われてるわけだ。ずっと言われるんで、生の最中に聞けと聞き出す、すいませんっていうなんか、そういう指示が出てたと。そうなんですね、うんうん、まあ、そんなことがあって、うん、まあ、僕はあの逃げずに、まあ、身内のことだから言うのはないんですけど、はい、逃げずに5時間ずっと立ってた彼は偉いと思いますし、すあの最初になんか泣いたのも前に座ってはる女性のレポーターやいろんな5、6人、7、8人の方々が、うんうん、なんかちょっとみんな泣き泣んではったんですって、はあ、でそれ見て あれと思って、はあ、で、はあ、まあもらい泣きしたというか、はあ、うん、あこんな会見を開かなきゃいけなくなってしまったことに対して、うん、今から始まる修羅場のことを もちろんそのレポーターの方々は理解しててなのかしませんけど、あそうなんやと。まあ、僕は泣くやったけどあいつが泣くなタイプではないし、なんで泣いたんって言って、いや前の人がみんな泣いてあったんだよ。へえ、そうなんって言って、そういうことがあったんだね、うん、なるほど。へえ、いろいろ聞かなきゃ分かんないもんだねやっぱりな。そうですね、うん、はい、それでは、うん、そんな大崎さん今日はベスト3を、はい、選んでいただきますね。ここで、はい、こちらは読む方もかなり読書家ということで、あベスト3ね、はい、はい、本のベスト最近読んで、はい、心動いた本ね、はいはいはい、ベスト3を選んでいただきました。紹介してください、はい、よろしくお願いします、はい、最近読んで心動いた本、はい、まず一冊目は宮田あちゃう成田雄介さん、はい、うん、22世紀の民主主義、選挙はアルゴリズムになり政治家は猫になるっていう、まあ、難しい本読んでますね。いやこれこそ簡単に読めるような本で、たまたまあの昨日、うん、この成田悠介さんと対談してたんですよ、うん、最近よくテレビに出る人ですよね、あの YouTube やなんとかに、ねねね、うん、でこんな賢い人と、うん、接点何もないし論破されても困るしなんか弱ったなと思いながら、うん、でもよく考えたら僕からお願いしたんですよ月刊花田でやってますもんね、あれ面白いね、だから連載始まったじゃない、私のページを作ってもらったら並んでんだよ、同じ雑誌 でその銭湯ばっかり言ってんだよ副編集長に花田さんに、うん、副編集長の沼尻君に、うん、はい、あの成田なんとかさん言う人 あれで対談しませんか、年寄りはあかんって言ってるやろと、うん、で俺は一言、うん、なんでそんなこと言うんやったでそんな謝りなさいっていうのを一言言いたいんやけど、それ言いたいと、月刊花で対談できへんかって、まあ雑談の中で言ったらそれでお膳立てしてもらったんだ、そしたら次の日にご本人 OK 出ましたって言えば、要はそのこと言う接点ないっていうのは、そのイエール大学で天才の人と二郎館大社学校は何の接点もないと、接点もただまあこちらからお願いして OK やったんで、昨日たまたまとできました、すごくいい人でした。そう、まあまあ確かにアホで、僕みたいなアホでも分かる、あこの人って天才なんやなというのと、すごくあの気を使っていただけるというか、初対面で昨日お会いした時に最初挨拶したら、大崎さん僕も銭湯大好きなんですって言う、そのね気遣いでね、ちゃんと読んでやるということだよね。あそうなんや、細やかにね相手のこと知ってますよ。そうなんですよ、だから全然なんか、交換言われてる、うん、論破してなんとかでとは全然違う感じで、そうそうそう、ね、すごくいいやつです。でこの人の本なわけね、はい、22世紀の、あでも本当月刊花田のさエッセイあるで4ページさ、あれわけわかんなくて面白いね、そうなんですよ、いろんなとこ行って寺山修司記念館行ったりさ、わけわかんないんだよ、わけわかんない、講演会旅行っちゃったりさ、僕一生に入ってませんしね、いやだから面白いね、あれあの時にね、ああいうエッセイ面白いよ、あの月刊花で大崎さん書きはれませんか書いてくださいって言われて、いやいやと、うん、あの右寄りの雑誌は俺は中国とかも行ったりするし中国とも仕事もするしあかんと、寄りはダメだと、うん、だから私たちは真ん中ですとか言ってなるほどな、なるほどなと真ん中か、分かった、そこは真ん中なんだなと、うん、そうだ、じゃ あの銭湯のことばっかし書くと、これだと包めないので包めない、いろんなとこと仕事できるやろと、うん、
ていうところから始めさせてもらったんですけど、そう思ったら最初1号2号はすぐ銭湯行っちゃうんだけどさ、だんだんお風呂行かなくなっちゃう、そうなんです、行ってるじゃない今月だって読んで面白いんだよ、ね、そういろんなところ行ってるんですよね、そうです、ああ傑作だと、ああいう自由なの面白いですねやっぱり文章、そうですね、なんかまあもちろん素人でそんな才能もないし、それは本業でもないので、その文体とか、まあ、大阪弁の話し言葉を書き言葉にしたってこれは難しいなと思ったんで、そうやと書き殴るのがええんやと、うん、もう書き殴ってるだけでそのプロの方とか字がさ乱雑に踊ってる感じすごいするんだよね、書き殴ってる感じがすごいいいです、書き殴って、ね、しっかりさんかでも書き殴ってもうこれでやろうみたいなあれがおかしいのよやっぱりね、じゃあ2冊目いこう、はい、はいはい、こちらはですね、うん、大崎会長に心動いた本2冊目お願いします、うん、はい、これ正しいタイトル分かってないんですけど、はい、俗にというか言われてるビリギャル、はあ、売れましたね、ドラマだって、はいはい、偏差値、うん、を1年間で40上げて、はい、受かったんだもんね、なんか大学に通るなんとかかとかいう映画見ました、これをあれを書いた人と親しいんでしょ、親しいんです、花輪君に聞いたのよ、そうなんです、花輪君の友達なんだってね、あれ書いたのがね、あそう同級生、ね、同級生、それでさ坪田さん、はい、その人と今ラジオやってんだ、大阪さんは CBS 京都で日曜深夜、うん、大阪昼市、うん、大阪広市と坪田の時に、うん、図書館の本全部読んだんですよ図書館の本で、その本読んじゃったの？だから全部読んで、うん、つぼちゃんその百科事典とかブリタニカなんか見ないよって一応読みました、全部読んだので、うん、1回読むと、うん、全部覚えてるんですって、はい、いるんだねそういう人ね、だから入っちゃうんだ、言葉全部、何かあったらもうメール電話してこれどういうことって聞いた、その人が坪田さんっていう人、坪田、その人とラジオやってんだって、やってるんですよ、ね、KBS 京都で、何を喋って、毎週喋ってんの、思いついたことを何の台本も一切なしで2人で喋ってんの、2人で、へえ面白いですね、ずっと何の打ち合わせもなくただパッと集まってこうやって世間話して帰っていくわけ、はい、そのスタイルがいいんですね、やっぱりエッセイといいラジオといい、そう全てそのスタイルでないと、まあ、まあ当たり前だけどマネージャーだし、まあ、そんな表も出たらいかんんですけど僕はそのラジオ始めたのもなんかどうももちろん悪いとこはいっぱいあるんですけど、吉本という会社とか今の現岡本社長のことを勘違いされてるなと思って、うん、でそれをいちいち反論マスコミにこう言う時に反論するのもちょっとなんだかなと思うので、うん、せやラジオをしてひっそりとラジオを始めて、うん、ラジオでね、伝えても雑談の中でチラチラと面白かしく、うん、もうちょっとまともですせ吉本っていうのを言えたらなという、チラチラとね、じわじわとね、堂々と言えるほどでもないので、なるほどね、あそれで今やってるとラジオでね、これ、でもいい相方をね見つけましたね、じゃあ後半は開始、ドライバーの減少、人件費の上昇、燃料費の高騰、配送コストの増大、トラック運送業界を取り巻く環境は厳しさを増しています。それでも日本の物流を支えるため今日も走り続けています。千葉県トラック協会、はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った70代女性主婦の方からの感想をご紹介します。私は生活費のためにデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなり、まだ小さかった子供たちを育てるため仕方がありませんでした。それを返し終えたのは5年前です。過払い金のことは完済前から知っていましたが、借り入れが少なかったため自分には関係ないと思っていました。それでもあの日はなぜか間違っていてもいいかという気持ちになり電話をしたんです。そしたら100万円を超える過払い金がありました。このお金は家具や布団の買い替えに使います。このようにクレジットカードのご利用経験者に過払い金が戻るかもしれません。あなたに過払い金がいくら戻るか今すぐ無料でご確認ください。間違っていても構いません。過払い金がないことの確認も可能です。お電話は0120-10-10-10-10-10-10代表は法務大臣認定司法書士の田中修平、
ナイツザラジオショー月曜日はナイツの2人と平野ノラがお届けします。浅草芸能大賞のね授賞式ありました、はい、両親もね来てくれて、うん、終わった後電話したらお客さんがみんな休憩で使ってるロビーにいるって言って、はいはいはい、迎えに行きました僕直接、うん、誰からも気づかれなかったけど僕はここにいるよ。ナイツザラジオショー今日お昼1時から。ここで日本放送交通情報です。まず電車の情報です。人身事故の影響で運転を見合わせておりました JR 南武線は川崎駅から武蔵溝の口駅間、上りとから、立川駅間は運転を再開いたしました。現在武蔵溝の口から上りと駅の間で運転を見合わせております。全線での運転再開は午後1時頃を見込んでおります。ご利用の方はご注意ください。そして日本道路交通情報センターの大内さん、はい、大内さんよろしくお願いいたします。はい、湾岸線は千葉方面に向かう東行きが葛西ジャンクションにトレーラーが故障して止まっているため渋滞しています。空港中央から各方面へのルートです。空港中央から故障車のため渋滞している湾岸線を通って高谷ジャンクションまでは45分、空港中央から都心環状線内回りを通り6号線と三郷線を下って三郷ジャンクションまでは1時間10分、空港中央から中央環状線外回りを通って美女木ジャンクションまでは55分です。日本道路交通情報センターの大内でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報はナイツザラジオショーの中で1時30分頃をお伝えいたします。サービス付き高齢者住宅熱海温泉すみれでは、増室記念価格として、要介護認定を受けている方、先着70名に、入居金0円、月額5万円、温泉も無料。詳しくは、080-3207-5723、熱海温泉すみれで検索。続いてはラジオリビングです。今日は老舗百貨店松屋銀座外商部厳選ハンガリー産5つ星ロイヤルゴールドラベルの高級羽毛布団です。柿花さんよろしくお願いします。はい、柿花忠です。今日の日本放送ラジオリビングはリビングの人気ナンバーワン老舗百貨店松屋銀座外商部厳選ハンガリー産5つ星ロイヤルゴールドラベルの高級羽毛布団を350枚限定につき最終特別価格でご紹介です。しかも今日が今シーズン最後のご紹介となります。原料のダウンは物価高騰の影響を受けていることもあって今回の最終特別価格は二度とないお値段です。で、来シーズン高いお値段で買うよりも今品質の良いものを買うのが賢い買い物です。羽毛布団といってもダウンの割合が 50% から 70% で残りはフェザーというものもありますがふわふわのダウンを高い割合で 90% これが暖かさの秘密です。しかも保温性が高いことで有名なダウンの名産地ハンガリー産のダウンを贅沢に使った5つ星の羽毛布団です。老舗百貨店松屋銀座外商部厳選ハンガリー産5つ星ロイヤルゴールドラベルの高級羽毛布団最終特別価格税込み28,800円、2枚組は57,500円です。関東一都6県送料無料。お申し込みは 0120-1242-86 です。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。請求には期限があるので、今すぐあなたも給付の対象かご確認を。お電話は 0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。佐野厄除け大師の佐野水御地蔵尊ではお彼岸供養の申し込みを受け付けております。春のお彼岸には佐野厄除け大師の水御地蔵尊へどうぞ。ご遠方の方はお手紙でお申し込みください。お問い合わせは 0283-22-5229 です。切れ、歯応え、溶けた時の瞬間がたまらない。
極上の時味は大認定ナンプレ252代シリーズ。大認定で難易度が選べるから歯ごたえ抜群。好評発売中。白夜処方。リズムライフ。大家の皆さん、賃貸物件のお悩みは？リズムライフ。管理から客付けも当社で募集。リズムライフ。親切丁寧リズムライフにまるっとお任せ。リズムライフ。0120-888-254。13日月曜日、松本明子の天気予報です。東京地方曇り時々雨。この後雷を伴う強い雨が降るところもありそうです。天気の急変にご注意ください。この後も大崎博司会長にお話伺います。さあ、それじゃあ本の方ね、3冊目、はい、それでございます。紹介してもらいましょう。金曜日で心動いた本、はい、3冊目は、はい、なんとかなる子供の貧困という岩佐さんって方が、はい、あの子供の貧困の問題、何でしたっけ、昔うん、10年ぐらい前から、うん、何でしたっけ、年越し村、違う、うん、何でしたっけ、年越し、不老者の方々のご飯、うん、やってましたね、ご飯、はい、あれをな、の村長さんとかなすってた方で、子どもの貧困をなんとかせなあかんちゃうかっていう新書版の本があって、ね、昔読んだんですけど、はい、もう一度ちょっと読み直そうと思って、あ、年越し派遣村、そうだ、ありがとうございます。年越し派遣村だ、そうそう、でまあ、70歳にね、もうなるんですけど、なるんですか、もうすぐ、うん、その、うん、なんかせないかんと思って、うん、えらいせないかと、そもそも俺何やりたかったんかなと、さすがに70歳というと高橋さんもそうかもしれませんけど、いや全然見えないですよ、若く見えますよってみんな言ってくれるんですけど、でも間違いなく70歳だし、歯目、ね、まら衰えてくるし、うん、なんか新聞とか読んでても、そうですね、読めないし、みんな70歳でもたくさん亡くなられてるじゃないですか、はい、不法ばじみますね僕はね、うん、でそう思うと、うん、あれ、もちろん元気な70代を頑張ろうとは思ってるんですけど、うん、明日死ぬかもしれないと、そうね、うん、じゃあそもそも何をしたかったんだろう、そもそも、うん、よく考えると、あれ、お笑い俺別にそんな好きじゃなかったか、うん、まあまあ、うん、なんとなく吉本入って40何年してたから好きになったけども、もともとそんなに好きじゃなかったなとか思って、今更なんですけど、で、何やろうって思った時に、あの本をまあ出させていただくんですけど、はい、まあチャリンチャリンですけども、印税っていうのが入ってくると、はいはい、200万とか、はい、円とか何十万とかね、はい、で、そのお金を個人の口座に収入するのも違うやろと、うん、まあサラリーマンなんで、ああ、今のその役員報酬だけでまあ十分で、うんうん、かといって会社に入れても、うん、その200万ぐらい入れたってそんなに誰も喜んでくれないし、うんうん、会社入れたところで弱ったなっていうか、うん、と思って、うん、5年ほど前に沖縄の那覇市にちっちゃい専門学校作ってるんですよ。ダンスとかアニメとかなんかお笑いとかの、ああ、それを作って、でそれの専門学校の1階を子ども食堂にしてあるんですよ。で言ったってお米買うとかキャベツ買うとか、近くの牧師の市場から余ったものっていうか残ったものをもらってくるとかするんですけど、って言ってもまあお金がいるんで、それに使ったらいいや子供のと言って、7、8年前に読んだこの本をもう一回読み直して、うわ、こんな大層な立派なことできないな、うん、でもまあ子供何人かと一緒にカレーライス作っていただきますって言って食べて、お皿はそれぞれがみんな洗って棚に戻して、うん、おかず残ったら土に返して、うん、みたいなことを、まあもう一回子供と一緒にできたらいいし、そうや、人生それに使おうと思って、あ、そうですか、でそう思うとこの本に刺激、もう一回読んでみて刺激受けて、それでもって書いてみたのが今回の本なんです。あ、はい、すみません、これが変な話ですけど、印税が出れば、はい、ここに回したいと、子供だから印税稼いで、稼いでお米とかキャベツ稼いで、子供たちの、ね、子供と遊びたい、はい、ということ。その本ですが、まずこれタイトル、はい、はい、発売したばかりの居場所という本でございます。これは意外でね、一人ぼっちの自分を好きになるという本なんで、はあ、意外に孤独なんです、一人が好きなんですよね、一人自分が好きなんです、一人が、うん、12のしないことっていうのがありますね、うん、はい、
生きづらさを感じている人に送るエッセイということでございますけれども、これいい場所っていうのが、はい、漢字でいるっていうのと場所の場と場作りの場と章であるんですか、うん、で僕はまあ場を作ってきた、まあ、2丁目劇場、ね、劇場とか芸人さんの場を作ってきて、うん、はい、場を除くと一章になるんですよ。一章になる、松本人志の大ベストセラー、ベストセラーだよの場を作ったみたいな、衣装の場を作ったからその編集の黒川さんがそういう風になんか考えてたらしいです。それで帯が松本人志になったよね。一気に8回読んだとか、ページも読んでないと思いますけどね本当一気に8回読んだ、1行も読んでないと思いますけど、これは要するに自分のいろんなこう経験談、体験談もありつつ、ね、そうですね、感じたことをなんかあの、うん、その編集 の黒川さんという人と、はい、もう一人高橋智博さん、高友さんというおじさんと3人で、はい、唐津に行ったり金沢に行ったりして5、60時間僕喋ったんですよ。あ、そうなの。で、その5、60時間喋ったやつを、その黒川さんが10何回聞いて、あ、全部そのテープと聞いて、で大崎宏を憑依させて全部言葉浴びて、うん、偉いね。で、うん、またそこからライターの人と一緒にわーって書いて、でまた赤入れて、いやニュアンスがこうやからって言って2年かかって、うん、ああこれ2年かかりましたか。自分で読み返してみて大体言えてますか。自分のことは大体言えました。まあでもそれこそ高橋さんに言えないこといっぱいありますからね。業界的にはそれお互い様ですよね。業界はもちろん講師ともに、これ両方とも言えたら百科事典ぐらいできますよ。ブリタニカ百科事典、高田文雄の百科事典、全50巻になっちゃうね。言えないこと50巻みたいになるんで。おっしゃる通り、それは大崎さんだってそうだよ。だからなのでだらけだよ、いろいろと。いや僕はもうその高田さんの何分の1、残剰分の1ですけど、まあ現段階で精一杯で、ね、全部入ってますよ、はい、ということですよね、はい、うん、楽しみですね。こちらでもなかなか今こういうその大企業の会長さんがさ、自分の心情を吐露して書くっていう、うん、あんまりないですからね、会長さんが考えてることを、ね、直接読むってこと。なんかまあ、うん、サラリーマンで、まあ、よく考えたらお笑い、まあまあもちろん好き、大阪の生まれのおっさんなんで、うん、お笑い大好きなんですけど、うん、まあそない職業にするセンスもないし、それ好きじゃなかったなと思ってなんかでも死んでも残すもんないかなと思って、だ神っていうのは3000年以上残るものですよ ね。ネットのやつってなんかしたら消えてしまうじゃないですか。そうですね、ネットは消えますね。で、あ、紙の印刷物はね残そう、うん、だから3で、ね、僕なんかの時にね、うん、町のちっちゃな書店があって、うん、で書店の写真と97歳の書店のオーナーの写真があって、うんうんうん、この書店は SNS よりも大切だってやって、うん、そうやと、いい、もう時間ですよね。もう時間12分オーバーしました。大体この通りですね。ですから、はい、この本タイトルと出版社と、はい、発売したばかりの居場所、はい、丸、これでございます、サンマーク出版から1650円で、はい、もう本屋さん並んでますね。発売したばかりでございます、はい、居場所と書いて大崎さんの名前で出ておりますので、ね、はい、そちらでございます、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。一言じゃメッセージをリスナーの皆さんに、はい、なんか曲2曲の書かれへんかったなと思って、すいません話しづくだから。そうですよね。そもそもラジオで曲かけるっていうのもでそういいからもう。あ、そうですか。じゃあありがとうございました。ゲストは大崎宏会長でした。ありがとうございました。東京税理士会所属税理士法人48より、最近身近な人を亡くされた方へ相続税の申告はもうお済みですか。申告期限10ヶ月を過ぎると罰金が課されるのでご注意ください。まだ相続税の申告がお済みでない方は今すぐお電話を0120-400-800-400-800。安全は威力、緩み止めナットはハードロックです。鉄道、道路、高層ビルなどあらゆるものを支え、私たちの安全を守ります。ハードロックパワーは信頼と実績を誇り、常に安全性を追求し続けるのです。緩み止めナットの決定版、ハードロックナット。富山城美薬の浜島です。早速ですが、膝が痛い、関節痛によって腰が痛い、そんなお悩みをお持ちの方に、今日は富山常備薬から新発売、膝・
腰などの関節の痛みに飲んで効く第三類医薬品両心 JV コンドロイ錠をご紹介します。そもそも膝や関節痛で腰が痛くなる原因は様々ですが、主に加齢とともに関節のクッションの役割を果たしている軟骨がすり減ることが一因です。それにより骨と骨が直接ぶつかり、関節が変形したり炎症を起こしたりします。そこで同時対策なんです。両心 JV コンドロイ錠は今ある痛みに効くフルスルチアミンをはじめとした5種の医薬品有効成分を承認基準の最大量配合、さらに軟骨構成成分で中からの痛みの原因に効くコンドロイチンも配合、皆さんの痛みの原因両方に効きます。それではお値段のご案内です。今回新商品である両心 JV コンドロイ錠をまず始めやすい金額でご用意しました。31日分62錠入り、通常税込み4950円のところ、なんと半額の税込み2475円でご提供いたします。お一人様、一箱限りのチャンスです。お問い合わせは、0120-44-88-66、44-88-66、富山常備薬まで。両心 JV コンドロイ錠は第三類薬品です。用法用量を守ってお飲みください。お届け返品送料についてもお電話でどうぞ。富山常備薬。はい、ここで中央事務所からお知らせです。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる？今すぐ0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお使いですか？お便りいきなり大笑い、はい、今日はサンドイッチの日、私とサンド、はい、はい、いただきましてありがとうございます。パパのママレードさんです。昔はよくサンドイッチマンのおじさんが、そう、前と後ろね、こう板をね貼ってね、サンドイッチマン、サンドイッチマン、あー、街角で看板を体につけて立っていました、うん、鶴田浩二さんの街のサンドイッチマン、懐かしいですね、はい、というです。後でかけよう、うん、はい、あの頃のおちけんさんです。新日本プロレスの初期の外人レスラー、巨漢のマクガイヤー兄弟が、マクガイヤー、うん、相手レスラーを兄弟でただただ挟み込むという、あ、バーってな、でっかいんだよ、体がこんなくらい、ブヨブヨなんだよ、サンド攻撃、あれはすごかったですね、サンド攻撃、はい、みそじんさん、サンドといえば落語家になって桂サンドになった、世界の鍋厚さん、うん、ね、さんになるとアホになるサンドさん、応援しておりますということですね。すごい、はい、話から修行してすごいよな、ねえ、嬉しかるかるさんです、うん、ガッツ石松さんの、サンド傘スタイルでリングに登場する、うん、あれが懐かしくて良かったですね。はい、サンド傘だろ。サンド傘スタイルでね、リングに登場するという。サンド傘だろ。違うだろ。はい。つい石松さんでした。ありがとうございました。はい、はい、ここで中央事務所に電話をして、過払い金を受け取った70代男性、自営業の方からの感想をご紹介します。キャッシングの過払い金なんて、当時数十万円しか借りていなかった私にあるはずないと思っていました。それでも月末の生活費の支払いがちょっと厳しくなってきて電話を。そしたら30万円ほどの現金が入金されたんです。一本の電話から予定になかったお小遣いをスマートに手にすることができました。勝手に壁を作っていましたが、小遣い稼ぎ程度の軽い気持ちで電話するのもありですね。このように少額のキャッシング、カードローンの経験がある方には、現金が戻るかもしれません。あなたに現金がいくら戻るか、無料でご確認を。お電話は、0120-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ただいま。おかえり。ご飯もうすぐだからね。今日のうちの台所は？フォアサイドがままで、
臭いのがパパか。よし。いい匂い。パパ、チェンジ。はい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 。すごい。スムーズで無駄のない動き。あー、ちょっと、ママ行けない。はいはい、オッケー。あうんのコンビネーション。行くよ。わあ、なんて正確なフライパンパスに湧き立つ香り。よし、よし召し上がれ。いただきます。うまい。よっしゃ。料理はダブルスにも向いている東京ガス。はい、ここで中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。長谷園、レンジのすすめ。出川さんちの麻婆豆腐わちーん。レンジでガチ簡単。豆腐を入れてレンジで4分。麻婆豆腐の出来上がり。うん、マジうまいから。長谷園レンジのすすめ。チーン。続いてはハロー千葉です。千葉から生の情報をお届けします。千葉支局の加藤真理子さん、小雨降ってますか？よろしくお願いします。はい、こんにちは。千葉市は今ザーッという音が聞こえるぐらいの激しい雨が降っています。さて、今月1日から7日まで春の火災予防運動でしたね。朝日市のイオンタウン朝日でも先日朝日市火災予防キャンペーンが行われました。会場では朝日市消防本部のポンプ車など消防車両の展示、消防士の服を着る体験や写真撮影などが行われ、多くの家族連れでにぎわいました。また住宅用火災警報器の設置が義務付けられて10年、点検や買い替え時期になる家庭が増えてくることから、住宅用火災警報器を展示し、点検方法などを親子で学ぶコーナーもありました。透明なビニールで覆われたテントで煙の流れや火災警報器が作動するまでの様子を確認、消防隊員が設置することの大切さを呼びかけました。いざという時のために住宅用火災警報器の定期的な点検、適切な交換を習慣づけたいですね。以上、千葉のスタジオから加藤真理子がお伝えしました。加藤さん、ありがとうございました。かわいい。ただいまマザー牧場では赤ちゃん羊が続々誕生。一緒に写真を撮ったり触れ合ったり、赤ちゃん羊に会えるのは今だけ。行かなきゃ。菜の花やいちご狩りなど春限定のイベントも盛りだくさん。おいでよ。山、斜面地を売るなら TR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るなら TR コーポレーション。横浜で開発造成20年の信頼と実績、卓量建設グループ TR コーポレーションで今すぐ検索。はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私はデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなったため仕方なく。返し終えたのは5年前。過払い金は借り入れが少なかったため関係ないと思っていたんですが、間違っていてもいいかと電話を。そしたら100万円を超える過払い金がありました。このようにクレジットカードのご利用経験者に現金が戻るかもしれません。あなたも対象か無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。小児科専門医の地味花子です。すくすく育て子どもの未来健康プロジェクト、ゲストはこの方です。砂井義秀です。私の第一印象はすごいオーラの方だなと
もうここに着きます。怖いっていうことじゃないですか。放送は今度の日曜朝6時4分から。恋のメガネに演技服泣いたらツバメが鶴田浩二です。あ、町のサンドウィッチマンが流れております。ありがとうございます。天下の2枚目だからね。鶴田浩二、はい、ビバリーメッシーの当選者の発表です、はい、ありがとうございます。松本太鼓のアムズチャンネル見てみましたというありがとうございます。小田原市のミルク君のママさん、そしてパンデットキースさん、杉並区の方ですね、そして足立区の解決グサットさん、以上3名様にお届けいたします。はい、おめでとうございます。どうも面白かったね。面白かったですね。大阪会場なかなか大阪会場喋らないからね。ゲストで喋れないサーフィンやってたとか、はい、また来てますからお願いします。喋りたい大阪のおっさんだった。さあ、それで今日は大阪会場でしたが、はい、明日火曜日はですね、ゲスト11時台には須田あかりちゃん、そして12時台には日芸のダンスサークルから派生したダンスパフォーマンスグループ梅坊から野田博隆さん、玉田秀哉さんがいらっしゃいます。日芸のダンスグループ、はい、そういうのがあるんだ。ねえ、梅坊でございます。そして水曜日はゲストにムーンライダーズの鈴木圭一さんでございます。よろしく、鈴木圭一さん、はい、そして木曜日は清水みっちゃんとナイツ音楽道場破りはお引越しリクエスト、謎かけのお題はおっさんビジネス用語、金曜日は宝富雄先生、松村邦弘君、伊勢山紗友子ちゃん、ゲストに俳優の斉藤匠くんが、え、金曜日やってまいりますよ。今週の金曜日かな。はい、今週すごい天下の庭で来るよ。ねえ、日本学園出身だからね。俺高校出身だから、先生の先輩も、もう唯一誇れる後輩だから、ね、本当に素晴らしい。そして月曜日のゲスト、はい、来週